はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校数学のなぜということで、まあ、中1のね、数学で学習する、まあ、比例の式ね、反比例の式あるんですけど、まあ、その中でね、裏技、比例定数の求め方ね、まあ、比例定数を簡単に求めるっていうね、やり方を見ていきたいと思います。はい、で、まあ、これ裏技って言いながらね、多分教科書とかにも載っていると思うんですけれどもね、まあ、便利なね、やり方なので、ちょっとね、紹介したいと思います。で、ちょっと比例の式と反比例の式ね、復習と、ね。比例の式っていうのは y イコール ax という形で表されて、この a がね、比例定数になりますね。だからまあ、この a をね、簡単に求める方法ですね。で、まあ、比例の式の場合、ちょっと例としてね、y イコール 2x。だから比例定数 a が2の時ね、どうなるかというと、x が1なら、x1 台にして y が2と、x が2なら2台にして y が4とね、3なら 3×2 だから6っていう風にね、x が2倍、3倍、4倍ってなっていくと、y も2倍、3倍、4倍っていうふうに、ね、なってるよと、ね。これがまあ、比例の式ですね。で、一方ですね、反比例の式は y イコール x 分の a で表されますよとね。で、この a がね、比例定数ですよと。で、例として、例えば y イコール x 分の60とね、これ x が1なら y が当然60ね。2だったら60を2で割るので30。x が3なら 60÷3 で20ね。4なら 60÷4 で15っていうふうに、これ x が2倍、3倍、4倍ってなっていくと、y は2分の1倍、3分の1倍、4分の1倍ね、いうふうになっていく。まあ、これがね、反比例の式、このね、反比例の関係になってるよというふうに言いますよと、うん。で、じゃあこのね、a をね、この比例の式の a、ね、比例定数ね、反比例の式の a、比例定数を求めるね、裏技って何かというと、比例の式の場合は、y の値を x の値で割れば比例定数が求まりますよ、ね。反比例の式は x の値と y の値をかけてあげればそれが比例定数になりますよ、ね。まあ、本当かどうかやってみると、まあ、例えばここね、2と1なので 2÷1 したら、あ、2になるね。4も 4÷2 で2、ね、6÷3 で2、8÷4 で2、10÷5 で2っていうふうにね、まあ比例の式の場合は y の値を x の値で割れば、ね、この比例定数が、ね、必ず出てきますよ。で、反比例の式の場合も本当かどうかやると、これ x と y かければいいの。1×60 で、あ、60。2×30 で60。3×20 で60。4×15 で60。5×12 で60。ね。ふうになりますよ。ね。比例の式は y を x で割れば出てくる。反比例の式は x と y をかければね、それぞれ比例定数が出てくるよと。ね。じゃあ、これね、裏技を使った、問題の解き方を見ていくと、ね、y は x に比例しています。まあ、この時点でね、もうすでに、y イコール ax っていう関係になってて、ね、この a さえ求まれば答えが出てくるよと。で、x が2の時 y が6です、ね。じゃあ y を x の式で表せっていうことで、まあ、つまりこの比例定数が求まればね、比例の式をね、かけるんですけど、さっき言ったみたいに、比例の式は y を x で割ればいいので、x が2で y が6なら 6÷2 すれば3ですよね。まあ、この時点で、まあ、もう a が3だと分かるとね。そしたらこの a が3なんでここに当てはめて答えは y イコール 3x とね。こういうふうに簡単に出せるよと。と同じように、この反比例の場合ですね。y は x に反比例しており、x が5の時 y が7ですよ。まあ、これもね、反比例って言ってる時点でもう y イコール x 分の a、ね、あとこの a を求めればよくて、反比例の場合はさっき言ったように x と y の値をかければね、それが比例定数になる。だからこの場合 x が5の時 y が7っていうことなので、 5×7 したら35ですよね。だからもう a が 5×7 で35って分かるので、まあ、答えは y イコール、ね、a をここに当てはめて、まあ、x 分の35とね、まあ、こういうふうにね、求めることができますよと、ね。で、まあ、これで終わってもいいんですけどね、なんでこれでね、このやり方で比例定数が求まるのかなっていうのをね、ちょっと気になった人もいるかもしれないので、まあそういう人のためにね、ちょっと最後に、なんでこういうふうなね、裏技がね、できるかっていうのを見ていくと、比例の式これですね、y イコール ax。で、これをちょっとね、右辺と左辺を入れ替えると、ax イコール y ってなって、ね、で、これ、両辺を x で割ります。もしくは x 分の1をかけます。そうすると、両方に x 分の1をかけると、こっちはもう x がね、約分されて a だけになる、ね。で、こっちは x で割る。x 分の1をかけるから、こういうふうな形になるよ。とね、両方を
x とはもしくは x 分の1かけてあげると、こっちはね x が約分されてただの a だけがなって、こっちは y をね x で割る、 x 分の1かけるから分母に x が来るよ。でこの a が比例定数なので、これ要するに a はね x 分の y、 つまり y を x で割ってる形だよと出てくるのでね、これですね、分母に x があるってことは y を x で割ってるよという形ですね。で同じようにハンピレンの式ね、 y イコール x 分の、これもちょっとね左辺と右辺を入れ替えますと。で今度はこれね両辺を x かけてあげますね。で x かけてあげると、こっちのはね分母に x があるので約分されて a になるね。でこっちはね同じように x をかけるから x かける y で xy となりますよと。つまり反比例の場合は比例定数 a は xy だから x かける y すれば、それが比例定数になるよと。反比例の式のね、まあ x の値で y の値をかけるというのをねこの式が表しているよという形ですね。まあ今のはねちょっとなんで これで求められるかっていうのをねちょっと式を変形して説明した形になります。であとねこれ、まあ、1年生の時はねこれでうまくいくんですけど、2年生になって1次関数とかね、まあ、1次関数っていうのはy イコール ax プラス b っていう形ね、この1次関数の時はね、この1次関数のこのね a の部分ですね、これはこのやり方ではね求められないので気をつけておきましょう。あくまでもこの比例の式、反比例の式の場合これが使えるよと、ね、1次関数っていうこの2年生で学習するこの内容はねこれ使えないので、ちょっとねごちゃにしないように気をつけてください。ではですね、今回これで終わりたいと思います。他にもね、こういう語呂合わせとか解説動画をね、アップしてほしいというリクエストありましたら、下のコメント欄にコメントお願いします。で、あとね、たけのこ塾の Twitter、Instagram ね、やってるので、そちらのフォローもお願いします。まあ、概要欄の方にね、リンク貼ってるので、そちらからね、ご覧になってください。では、今回これで終わります。どうも、ありがとうございました。